はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回、シンバルロールについて解説していきます。マレットを使ってシンバルをシュワーってやる、あれですね。動画の前半では初心者の方向けの基本的な奏法の解説。動画の後半では中級者、上級者の方向けのちょっとマニアックな奏法の解説をしていきます。はい、まずは使う道具、マレットについてです。スティックの先端にこのようにフェルトがついたものをマレットと言いまして、でこれでシンバルを叩いてロールするわけです。で、このフェルトの材質、柔らかいものから硬いものまでいろいろありまして、これが柔らかければですね、当然このシンバルを叩いた音が柔らかくなりますし、硬ければ音が硬くなる、スティックに近い音色になってきます。で、自分が気に入った好きなマレットを使っていただければ全然いいんですけれども、シンバルロールに関して言えば、個人的にはですね、このフェルトの材質があまり柔らかすぎないものの方がいいなと思っています。この柔らかいフェルト、柔らかいマレットっていうのは、叩いた時の音が柔らかいんでですね、こう連続的に繋がるので、シュワーッとロールするときなんかいいんじゃないかなと、僕も昔は思ってたんですけども、あんまこう柔らかすぎる音っていうのはですね、非常に抜けにくい、つまり聞こえづらい音になっちゃうんですね。こう自分が叩いて聞いてる分にはいいんですけども、実際にはこの音がバンドの中で埋もれてしまったり、客席まで届いていなかったりっていうことが結構あるんですね。であるいはこう、マイクで音を拾って PA するような場合、ちょっと広い会場ですよね。ライブハウスとかコンサートホールなんかでやる場合はですね、この繊細すぎる音、柔らかすぎる音っていうのはマイクで拾いづらい音だったりしますので、これも客席まで届かないってことが結構あります。まあもちろんケースバイケースなんですけれども、まあ、経験から言うとこう叩いてみて、あ、自分が気持ちいいなと思うよりも若干硬めのフェルト、マレットを使うとちょうどいいと思います。で、目安としては軽く叩いてみて、コン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 っていうアタックが乗ってたの分かりますかね。このアタックが聞こえるぐらい。で、実際にこのフェルトを指でグッと押してみて、潰れないぐらいの硬さがいいのではないかと思います。ちなみに今回僕が使っているのは、ビッグファースの SD12 というスティックとマレットが一体になっているやつで、まあこれ程よく硬くてですね、個人的にはおすすめなので、もしマレット選び迷ったらですね、まあ、これと同じのを使うといいんじゃないかと思います。はい、では実際の演奏についてです。パーカッショニストがシンバルロールをやるシチュエーションというのは大きく分けて2種類あります。一つはクレッシェンドするシンバルロールですね。で、もう一つはアンビエントのロールです。こうシャーッとずーっと鳴ってて空間を演出するようなロールですね。で、どちらをやる場合でも最低限必要な技術としてスティックのシングルストロークがあります。あんまり早く叩く必要ないんですけれども、なるべくですね、右左が交互に、均等に、タタ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 と、綺麗に叩けると、ロールした時にですね、その音が連続的に繋がって聞こえます。あとはクレッシェンドとデクレッシェンドですね。小さいところからだんだん大きく、大きいところがだんだん小さくっていうですね、この動きが滑らかにできると、シンバルでやった時に音量のコントロールっていうのが自在にできますので、まずはこのシングルストロークとクレッシェンド、デクレッシェンドっていうのを練習台で練習してみてください。はい、では練習台である程度叩けるようになりましたら、いよいよシンバルで叩いてみましょう。だいたいどんなシンバルでもですね、この半径の外から3分の1あたりのポイントが一番楽器が振動する、響くポイントになりますので、まあ、ロールなんかするときはですね、目安としてだいたい外から3分の1のこの両ターンをマレットで叩くと。で、これを基準にして、あとはシンバルの内側に行けば行くほど音程が低く、で、外側に行けば行くほど音程が高くなりますので、あとはやる曲とか好みに合わせて叩く場所を調整してみてください。はい、では今回は例として2拍のクレッシェンドロールっていうのをやってみたいと思います。1、2、3、4の3と4でさーっとクレッシェンドしていって、次の1の頭で打ち放つって感じですね。1、
はい、3、4の2拍を使って、タタタタタタタと、クレッシェンドをだんだん強く叩いていくわけなんですけれども、まあ問題はこれタタタタって何発叩くのかっていう話ですね。で、これ曲のテンポにもよるんですけれども、基本的にはだいたい1拍に対して4発から6発ですね。つまり2拍だったら8発から12発。1、2、1、2、4、1、2、4。これが1拍に対して4発ですね。で、これでも音の間隔がちょっと長い、荒いという場合には、だんだん音数を増やしていきます。次、1拍に対して5発っていうのをやってみます。1、2、3、4、5、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 1、2、
細かいロールになります。で、これでもさらにちょっともっと細かくしたいなという場合にはさらに増やして1拍に対して6発ですね。1、2、3、4、5、6、7。ちょっと口で言えないんですけども、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1。計12だ。ダダ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 と。まあこれ相当細かい。で、この4、5、6のどれかをですね、まあテンポによって一番綺麗に聞こえる打数で選べばいいかなと思います。はい、じゃあ次はアンビエントで使うようなシンバルのロールやってみましょう。でもまあそんなに難しくなくてですね、まあクレッシェンドの時のように何発叩くって決めずに、もう何発でもいいんで、とにかくまあ均質に左右をずっと動かしてロールしていくと。で、叩くシンバルを変えたり、シンバルの叩く位置を変えたりするとですね、音色が変わるので効果的です。はい、こんな感じで独特の不思議な雰囲気っていうのを演出することができます。で、要はこれシンバルがずっと連続的になってればいいので、これマレットをですね、片手で、まあ、こういう風に2つ持って、こうシンバルを挟んでロールしてあげるっていう方法もよくやります。こうすると片手が空きますので、もう片方の手でなんか違うことができるんですね。こういう風な鳴り物、キラキラしたものとか一緒に鳴らしてあげて、みたいな感じです。はい、では次は中級者、上級者の方向けのより実践的な奏法です。片手で違うパーカッションを演奏しながら、もう片手でシンバルロール、クレッシェンドロールします。これ意外と使用頻度高くてですね、例えばロック、ポップスでサビからギターソロに行くときとか、サビから大サビに行くとき、さらに一段階盛り上がりたいと、シンバルロールを入れたいっていうときには、片手で演奏しながら、もう片方の手でシンバルオリアと入れると。はい、ステップ1としてはシェイカーですね。シェイカーを振りながら2拍のクレッシェンドロールをします。みたいな感じです。はい、要はこれ 2way パーカッションで、こっちの振っているテンポに合わせて、こっちが叩けたらいいんですね。まあこれかなり難しいんですけれども、まあゆっくりから練習して、っていう風にですね、タイミングよく叩けるように練習してみてください。はい、ではラストタンバリン振りながらシンバルロールやってみましょう。タンバリンを、と、振りながら3、4でシンバルロールを入れたいと。で、2と4で、こう叩かなくてはいけないので、これやってる間どうするかというと、ですね、足を使ってシンバルロールをするという、大道芸的なのをやってみたいと思います。といった感じです。はい、これもタンバリンを振りつつ、こっちのテンポに合わせてマレットが叩ければいいので、
次のゆっくりから練習して、次足ですね、足も練習して、まあ、めちゃくちゃ難しいんですけども、まあ、これが使えるようになればですね、ロックポップスでかなり使えると思いますので、ぜひ取り入れてみてください。はい、というわけで今回はシンバルロールについての解説でした。いかがでしたでしょうか。一応これ動画のリクエストをいただいたので、やってみたんですけれども、意外とディープな内容になってしまいました。動画に関する質問などありましたらですね、コメント欄にいただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報、レッスンなどを配信していますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。Thank you.